エミリンチャンネルをさ、始まるよ。イエーイ！こんにちは、エミリンこと松エミです。さあ、今日は、エミリンチャンネル、5億年ぶりの自炊でーす！わー！自炊をするのはかれこれね、5億年ぶりぐらいになるんですけれども。大嘘つき。はい。最近ね、私ね、5億年ぶりとかじゃなくて、本当たまに自炊してるんですよ、一人で。自炊って言っても本当になんか大したことはしてないんですけれども、作って美味しかったやつを皆様に発表する自炊の成果発表会をしたいと思います。といっても、まあ、私めちゃくちゃ料理上手じゃないから、そんな難しいものは作りません。はい。本日作るのは、ピーマンのチーズ詰め肉巻き照り焼き風のやつと、こちらです。これめっちゃ美味しい。これね、普通にスーパーとか売ってる、アボカドとトマトのサラダの粉みたいなやつなんだけど、これ切って和えるだけでマジで美味しくなるから、これ本当におすすめ。ちなみに何の案件でもないです。個人的なあれです。というわけで、じゃあちょっと先にトマトとアボカドからやっちゃおうかな。よろしくお願いします。私本当にね、容量がね、良くないから、料理動画上げるたびに、容量の悪さに、ちょっとクレーム来るからさ、そこは本当にちょっと、いや！ちょっとご理解、ご了承いただきたい。はい、まずね、1品目ですね。1品目、アボカドとトマトのサラダ。まずはトマトさん、よろしくお願いします。トマトです。今が旬の野菜なので一生懸命頑張ります。このね、アメエラっていうトマトがちょっと高い高級トマトなんですけれども、めちゃくちゃ美味しくて最近ハマってます。続きまして、アボカドちゃん。こんにちは、アボカドです。森のバターやらせてもらってます。よろしくお願いします。続きまして、こちらのコナー、よろしくお願いします。私を混ぜたらとりあえず絶対美味しくなるんで安心してください。続きまして、オリーブオイル、よろしくお願いします。私はカロリーも普通の油より低いですし、意識高い系女子にもすごい好かれているので、ご期待ください。ペッコリ。はい、以上です。トマト切ります。トマト洗います。ヘタ取ります。マジでこのね、アメーラは本当に美味しいのでおすすめ。かわいい。なんかめっちゃ可愛くない？このトマト並んでる感じ。どのトマト推しですか？私はね、真ん中二人かわいいな。なんかちょっと小ぶりでプルンとしてて。でもなんかこのさ、両脇のでっかいサイズの二人がさ、このグループを実は支えてたりとかするんだろうね。で、真ん中二人なんかかわいいな。双子ちゃんみたいで、さくらんぼみたい。こうやってなんかさ、緑のヘタみたいなやつ描いたらさくらんぼみたいになりそうじゃない？編集者さん、ちょっと描いてくれない？ここに緑のヘタみたいなやつ。無理？難しい？ごめんね。先端恐怖症の人ごめんなさい。ちょっと向きこうするわ、じゃあ。ピーマン食べたらスーパーマン、ピーマン大好き、ピーマンめっちゃ好き。うまっ。マジでアメーラ美味しい。でも高いんだよね、ちょっとアメーラね。でもその高い値段に見合うぐらい感動した。トマトで感動するって結構難しいじゃん。なんか味の想像がつく食べ物だからさ、あーまあ美味しいってなるものが、なんかうーんってなった。はい。で、次、アボカド切ります。アボカド切るの苦手なんだよな。やばい、猫めっちゃ泣いてる。よいしょ。まずは、この周りを、ぐるんと切りましてやな。めっちゃ泣くじゃん。どうしたん？あ、なんかめっちゃ失敗した。種を取るのがむずいんだよね、アボカド。あ、でもこれすぐ取れそうだ。めっちゃいい感じ。もう食べ頃、オブ食べ頃みたいな感じのアボカドで嬉しい。ちょっとなんか最近、要求泣きがマジでやばい、猫ちゃんの。こういう動画撮ってる時とかに自分が泣いてるのに構ってもらえないみたいな状況が嫌すぎるのか知らないけど、本当になんか嫌がらせってぐらい泣く。動画撮ってる時特に。でもね、動物病院の先生に相談したら、無駄泣きしてる時に変に構っちゃうと、あ、泣いたら構ってもらえるんだって覚えちゃうから、心を鬼にして多少無視することをおすすめしますって言われたから、心を鬼にする。何？うん。うん、でもあかんって。うん。何？どうした？なんか困りごと？聞くけど全然。でもご飯もお水もあるしさ、甘いぶしたいだけじゃない？やばいやばいやばい。結局かまっちゃうんだもん。結局かまっちゃう。よくないって言われたのに。でもなんかめちゃくちゃ目を見てさ、って言われたらなんかどうしたのってなっちゃうんだよね。困ってることあるって。あとたまにさ、なんか水がない時とかさ、ご飯全部食べちゃったみたいな時とかも泣くからさ、そういう時とかだったらちょっと水入れるかとか、そういうのもあるからさ、難しいよね。完全に無視はできないよ、もうだって家族だもん。ちょっとじゃあアボカド適当に切ってぶち込みます。レア価格じゃない？エミリンチャンネルの動画でエミリンチャンネルさ出てなくてさ、永遠にエミリンチャンネル頑張って料理してるっていう、今後なさそうな動画。でもやっぱさ、私さ思ったの、彼氏がいた時代にね、彼がね料理を作ってくれるタイプに優しい人だったんですけれども急に悲しいなんかやっぱその時に人が作った料理食べさせてもらえるのってすごい嬉しいなって私思ったのよ。
ってなったら私もさ人にさ料理作ってあげたいなっていう気持ちをその時に教えてもらったので、次素敵な人ができたら私は料理作ってあげたいと思う。というわけで、トマトとアボカドを切って容器に入れました。ウィー、あとはもう混ぜるだけです。マジでこれ最強。あとは、オリーブオイル大さじ1杯と、この一袋、これ混ぜるだけで終わり。大さじ測ります。私ね、ついに気づいたの。これまで私料理とか大さじ1杯とかって言われてたら、大さじ1杯測らずに、大さじ1杯ってこれくらいかなみたいな量で正直やってたんですよ、料理。料理できないくせに。で、それをした結果、やっぱり、あれなんかちょっと脂っこいなとか、なんかちょっと味足りないなみたいな感じで、料理がうまくいかないっていう経験が今まですごく多かったので、私は大人になりまして、大さじ1杯と書いてあるなら、正直これを出すのもめんどくさいし、洗い物が増えるのもめんどくさいけれども、大さじ1杯をちゃんと測るということを、ついに今年からようやく取り入れてます。はい、オリーブオイル大さじ1杯入れまして、この粉をぶっかけたら終わりです。粉をかけてで混ぜる。あー、もう美味しそうな匂いがする。でも本当にね、トマトとアボカドこんなに美味しく食べれる粉なかなかないと思う。マジでスペシャルシャンクスありがとね。これでもう一品できちゃったからね。こんな感じで続きまして、ピーマンの肉巻きチーズ詰めです。参加メンバー紹介します。はい、まずピーマンさん。こんにちは、ピーマンです。夏の風物詩なんですけど、ちっちゃい子とかに結構嫌われてて悲しいです。ピエーン、ピーマン。続きまして、豚バラです。こんにちは、豚バラです。今回はね、ちょっとね、しゃぶしゃぶ用の豚バラしかスーパーに売ってなかったので、私が選ばれたんですけれども、ちょっとお高い豚バラになります。こんにちは。続きまして、チーズさん。もっちゃりやん。もっちゃりやん。もっちゃりやん。もちもちの、もちももちになって、ピヨーンって伸びるから、みんな、覚悟してなさい。です。とりあえずまずはピーマンを切ろう。ピーマンはヘタを切って半分に切ります。で、これを全部後から種出します。よいしょ。ちなみに、今から作るメニューは、我が物側で作ってますけれども、クラシルのメニューです。でもマジクラシルあるあるなんだけどさ、クラシルがめちゃくちゃ簡単そうに作ってるからさ、簡単なんだと思って作ったら意外と手間かかるし難しいってことあるよね。クラシルはやっぱさ、もともと用意されてるものをさ、ファサーみたいな感じでさ、どん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 さ、テンポよく進めていくからさ、なんか超簡単に作ってるように見えるのに、意外と時間かかるんだよなっていう、クラシルあるある。で、この中のね、やつ洗います。こんな感じでね、空洞ができるピーマンになるので、こんな感じにしましょうね、皆さん。残り全部できるまで、タイムスリップ、割愛ピヤーン。というわけで、できました。全部のね、やつをね、出し終えました、無事に。で、ここからチーズを入れていきます。イエーイ。チーズはね、結構いっぱい入れても美味しいので、しっかりめにチーズは入れていかせていただきます。そんな感じで順調にチーズを入れていっております。ほぼ一袋使っちゃった。できました。あとはこれを豚バラで巻いていくという作業をするんですが、結構時間かかるのよ、この作業が。こっからは本当にもうなんか地道な作業だからね。やばいかも、足りないかも。1個巻くのに肉3ついる。やばめ。うわー、もっと長い豚バラを探せばよかった。でも今日なかったんだよ。お仕事してる、自炊したい人あるあるなんですけど、夕方のスーパーって本当にもうほとんどないからさ、選べないんだよね。お肉とかもなんかもう売ってるやつ買うしかないみたいな感じになっちゃってさ、特になんか都内のスーパーって本当に夕方過ぎたらもう本当にほとんどなんもないみたいな日とか全然ある。悲しい。でもさ、改めて思うけどさ、自分のお母さんとかもさ、こんなのを毎日してくれてたわけじゃん。本当にすごいと思うんだけど、尊敬しかない。あー大変。でもこんな感じでね、巻いていってます。頑張って。そんな感じで全部巻けるまでタイムスリップビアン。はい、というわけですいません、正直なんか汚いんですけど、無事完成しました。わーい。これをじゃあ今からね、焼いていきます。イエーイ。というわけで炒めていきます。で、これになんか辛め焼きみたいな感じにするんですけど、それに入れるのが醤油、お酒、みりんを大さじ1対1対1で入れる感じになります。そのタレがなんかね、照り焼きみたいでめっちゃ美味しいんだよな。じゃあいきます。ほい。あ、いい音。美味しそう。すでに美味しそう。美味しそうすぎる。醤油したい、みんなにも。こんな感じ。美味しそう。いい感じ。もうちょっと焼いて、その間にタレを作ります。醤油大さじ1、みりん大さじ1、お酒大さじ1なんだけど、
今日は結構量多めに作ってるから2ずつにした方がいいかな。醤油大さじ2、酒大さじ2、みりん大さじ2にします。1、2、はい、次お酒を1、2、よし、みりんを1、2、 OK。 ある程度焦げ目がついてきたらさっと塩コショウをしまして、弱火で蓋を閉めてじっくりと焼きます。で、しばらく待ちます。ウェイトタイムスタート。はい、というわけでね、あれから3分ぐらい経ったのでちょっと開けてみようと思います。失礼します。おいしそう。ここまで来たらもうあとは少しです。先ほど作りました醤油とお酒とみりんを1対1対1ずつ混ぜたやつをドバーします。せーの、ドバー。うわ、美味しそう。で、これを絡めながら最後焼いていきます。はい、というわけで間もなく完成です。完成したやつがこちらです。美味しさすぎー。なんかもっと美味しそうなのに、なんかなんだろう、美味しさが伝わってない気がする。めっちゃ美味しそうです。やばー、美味しそう。我ながら上出来。というわけで食べまーす。ここからはね、私は基本ここに椅子を持ってきて食べます。弱火でね、熱しながらすると鉄板焼きみたいな感じでね、そのまま食べれるので。で、ご飯もちょうど炊けたのでご飯も入れます。ご飯美味しそう。いただきまーす。最高。はい、いただきます。うまっ。おいしい。え、うまっ。マジでこれおいしい。おすすめ。醤油とみりんとお酒、こんなおいしい味になるんだって。これおいしい。最高だ。神みたいな料理作っちゃった。クラッシュさん助かる。2個目、いいじゃん。丼にして食べるのがね、やっぱ美味しいね。うん、チーズのお肉、うん、ご飯も、あ、こういうの、うん、マジで最高。これマジで美味しいのよ。私しか食べないんで直箸でいきます。うん、美味しい。はい、神、神の食べ物です。これは他に食べたことがない味すぎて食レポしづらいんだけど、とにかく美味しい。うん、最高です。